目13話最終話やっていきましょう。ぜひとも皆さんグッドボタン、チャンネル登録ボタン、そして通知ボタン、ベルマークですね、ぜひとも押してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。それではいきましょう、レッツゴー。おう、ここから始まるのかい。おう、マイキー君、またここか。ごめん、本当にしょうもないこと言ってあれなんだけど、これ頭打たれたよね。頭打たれて今目閉じてたよね。なんで生き返った。本当しょうもないこと言ってごめんだけど、頭打たれたよね。頭打たれて頭から血流して、何がどう曲がってなんかこう生き返るのかな、これ。なんか ごめん、本当ごめん、こんな時に本当ごめん。苦しみだけだった。いや本当申し訳ない、マジで申し訳ない。竹道、お前の手、うん、もうこれ考え出したらもう全てがぶち壊しになっちゃうわ。頭を打たれて生きてるぞ、喋ったぞ、竹道くん。全部ぶち壊しなねえか俺。本当にすいません、本当にすいません。すいません、今多分見てるみんなこういう表情だと思います。さあ、ぶち壊しのジョニキ。2006年、いやな、あなたな、おお、あ、ダメだ、読もうと思ったけど英語無理や。おお、おお、なんだこの野郎。おお、くそ、負けねえぞって。やべえじゃん。何やってんだお前。なんでここにお前が。もう戻ってきたの俺。練習してるってことは。お前んち行こうと思ったら、こんなとこで一人でタイヤと戦ってるアホが見えて。いやでも痛いよタイヤとか。この雨の中タイヤと喋るのはちょっとキモすぎるぞお前。うっせえ。俺は忙しいんだ。違う。ね、トレーニングやトレーニング。おなんだよその言い方。あ。俺は今修行中なんだ。おお。誰よりも強くなってやるんだ。いいっすね。足りなかったもんね力は確かに。あらららららら。ちょっとだいぶ先は大変そうだけど。未来は変えれねえ。なあ。でも何と戦うの一体。お前、未来の竹道か。おお、おお、気づいた。そっか、普段はまた違う竹道だもんね、レールに乗ってる。みんな死んでた。いや、シャレにならんよね。マイキー君に殺された。そうなるよね。あんだけいろいろやったのに、しかもマイキー君かよ。意味がわかんないよね。だからそうなるわ、強くなるんだ俺。そりゃそうなるわ。それでタイヤと格闘してんの。小学生かお前は。いや、未来の俺は。気持ちはわかるよ。やめて、みんなにかばってもらってた。情けねえよな俺。すごいね、もう手傷だらけやで。だから、いや本当硬いからねタイヤって。ためにみんなに認めてもらわなきゃダメなんだ、うん、これ何の遊具これ。上に乗んのかな。あ、いやー、お前手見せろ。ナイキじゃなくてナイス。いや、死んでじゃねえか。絶対痛いがな。うわ、お前もしかして本気なんだよな。これ殴ってたのか。うわー、やめ。そんな腰痛めつけて壊したら強くなるもなんもねえぞ。そうなんだよ、気持ちはわかるけど。考えたよ。いや、ナオトと一緒に。もうやめ、マジ考えるだけでもうえぐいわ。過去で何をすればいい未来が訪れるか。おお、みんなが救えるか。何か手がかりがないか走り回ったよ。誰がヒナを殺したのか。本当にマイキー君がみんなを殺したのか。ああ、いい加減にしろ。止めないといけない、止めないといけない。うわ、手が。ちょっと頭冷やせよ。うわ、きつかっただろうな。分かんなかった。めっちゃ調べたんだよね。どうやって救えばいいのか、どうすれば助けられるのか。手がかりが何も。うわ、何もねえ。もう不安要素しかなかったもんな、来る前に。ハンマーの剣も。うわ、悲しいよ。マイキー君、俺の手の中で死んだんだ。まだ手にマイキー君の感覚が残ってるんだ。ストレートな気持ちだよね、竹道の。本当にこれがストレートな気持ちだと思う。辛いよこれは。何度も頑張ってもな、どんどん悪化してるからね。きっつい未来だったんだな。うん、でもさ、俺は正直嬉しいよ。おお、だってまた会えたじゃん。おお、ほらもう会えねえと思ってたからさ。いい男だな、本当に。ジフユはめっちゃいい男だな。やっぱ俺好きだわ。何すればいいか分かった気がする。何おう、マイキー君はぶっ飛ばす。
逆に俺もトレーニングするじゃなくて嘘を何言ってんだお前東満を潰すってこと殺されるぞいや本当にね殺されたんだろう俺そういうことじゃなくてそうじゃなくてそうじゃなくてバッだってムカつくじゃん黙って殺されるなんてさまあそうだけどそうだけどマイキー君は強すぎるから、うん、本気でぶつかってくれるやつがいなかったんだよおお無敵のマイキーに正面から本気でぶつかれるやつなんておおきっと俺らしかいなくねえそれが始まんのえトーマン潰しマジでえいやでもそういうことだよねマイキー君を潰すってことはドラケンも全部敵に回すんだぜやんだな雨やんだありがとうそういうことってことなんか吹っ切れたわーおマイキー君は強えから誰も本気でぶつからないか確かねなんか見えるよねそれは俺、うん、もう何もできないって思い込んでたおおマイキー君は別次元の人で、うん、俺とは違うってわかるまあねでもそうじゃないよなうんあの人は仲間なんだうわバジ君が東満を出てった時も、はい、バルハラごと潰すんじゃなくてバジ君を取り戻すって、うん、うん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 誰よりも仲間のことを思う人だったそうだ、ね、はい、うん、マイキー君言ってた俺の人生は苦しみだけだったってそれがポイントだよねどういうこと苦しんでんだったら全力で支えて、うん、間違えてんなら本気でぶつかる俺は、うん、マイキー君とそういう中でいたいいいねもうまさに今回のことだよね決めたよ合ってんのかもな俺はもう東満のトップになるまで未来には戻らねえあはあ逆にマイキー君うんみんなうわすごいなこれが俺の最後のリベンジだうわリベンジやってるうわいやすごいなその発想やばいよねついてて相棒まあ確かに東満が消えてしまえばって話だよねマイキー君がそこで活動さえしてなければでも仲間思いのマイキー君が仲間を殺すって相当だよねなんでそうなったのっていうおおはい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 もう想像つく想像つくいい体してんな俺が言うのもなんだけどいい体してんなもうバッキバキただマイキー君にぶつかってもどうにもなんねえじゃん、まあ、確かになボコられて終わりやなああ構想でも起きねえかな、うん、とほらそしたらさ手柄開けてみんなに納得してもらってトーマンのトップにいやいやいや手柄取ろうがマイキー君とは交代しちゃダメでしょクッキャ例えばだよああそうだねこれまたなんかみんな女子喜び会じゃないこれなんであんな風になっちゃったんだろうえだってさ納得いかなくね俺としては何ともいない気持ちなんだけどそこまで変わるのそれだけ心に抱えた闇が深かったってことじゃないそういうことだね闇分かんねえけど何か変わっちまうきっかけはあったってことだろう闇苦しみそこら辺が来んのかな辛い過去だったわけだからキサキはおそもそも今回一番変わったことといえばキサキが東満を追放されたってことだし確かにびっくりだよねそれってキサキはマイキー君にとって必要だったってことかおお、うん、一周回ってなわけねえだあんなクズいやでも同意見です前の未来ではキサキが東満の闇の全てだったんだぜキサキの東満離脱はマイキー君が変わるきっかけの一つだったのかもしれないじゃん、うん、確かにまあねキサキなら何か知ってるかもしれないな可能性はあるけど、うんどうそれが影響すんのかね悪い部分が消えたんだからねストッパーにいやあストッパーになってたのかなクッション的なクッション的な何何何何重いなおうこういう日は何かあるって思ってたらさおうおうお前が訪ねてきたんだ誰誰誰誰誰誰だーだだ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 うーハンマーカンマー何何何何の合流何の合流言いたいことわかるえ誰どこの人乱気流が来た乱気流が来た何これえなんだよ、うちに入る気になったうわぁ、うん、これさっき言ってた構想だリベンジってとこですねまたリベンジかよ、お前ら、本当に黒川イザナああ読めねえ待て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 何何何何何何総長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 横浜天天心じゃねえな、それ格闘家や天そう、これは天天軸かこれいやなんか天神でもないし天ちゃんで天うんはいはいはい我天才なり総長おおまたイケメン出てきたな東満史上最大にして最後の構想がほら構想いらんこと言うから構想とかって言うから構想でも起きねえかなみたいな手柄あげようかなみたいなおいであ俺もしょんべんおいボコられねえだろうなおいあ俺もうんこしに行こうかないらねえよ情報いや何し
うんこってそういうもんじゃねえだろ、うん、それは長くツッコミやねん。可愛い子見つけたらさ目に焼き付けてさ。それこないだ聞いたわ。てかとっくにやってるし。こいつら誰？やめてくれ。ああ、なんでそんな。肩ぶつけといてごめんなさいもなしか。何やってんだよ。肩が何だって。ハードこういったね。ハードこういったね。何どうした。喧嘩売ってんの。てめえら調子なんだよ。なになに、どうかやばいやつ。トーマンメンバー出そう。これおお、トーマンを出す。おお、トーマン。あ、さすがに東京卍会一番隊特攻隊長山岸果実さんだぞ。これ。名前で喧嘩すな。喧嘩すな。まあ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 、ちょっとしたね。はい。小ヤンキー、小ヤンキーからの。うわ。東京卍会だと。おお。横浜。いやー、あかんて、あかんて。トイレから戻ったらボコられてるパターンか。うわー。タケミッチ。平和がもう終わるんだよ。もう始まってんだよ。何読んでる？エロ本？東満のトップになるって息巻いて一週間。今の猫可愛いな。セラムーンに出てきそう。これといった策があるわけでもねえし。おしゃれだな服装。どうしたもんかね。だいぶおしゃれだな。参考になるわ。聞いてんのか。参考になるわとか言って。なんかこういうのが聞きたいよね。湘南市組。すげえこと思いついちまった。いや何を、なんで。すげえこと。その回で何を学んだの。世界のてっぺんが見えた。行くぞ渋谷。何すんの湘南純愛組その巻ちょっと見たいわ。何巻だろう。ちょっとコメント欄で教えてください。何巻だろう。純愛組全部読んだんすよ。大好き。渋谷、お前あんなバイブル持ってて何も気づかねえのか。え、何何何。鬼塚と旦那。はぁ、あ、何言ってんだよ。湘南純愛組ぶっこみのタク。みんなが全てを教えてくれた。何言ってんだよ。神奈川にある。おー、かな、あー、横浜。不良界のてっぺん取るには浜のヤンキー締めりゃいいんだよ。いや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 、な、感化されすぎた。いやー、やばい方向に行ってんね。まずは横浜だ。確かに、あの、神奈川すごいからね。どうすごいよ。しねえで中華街で肉まん食って帰ってくるのが目に見えてるから。それはそれはそうですね。電車代も無駄、はいはい、うん、しかも高いから、高いから。お土産よろしくな。ああ、ほらし帰ろ。いや、横浜まで行くのにもお金かかるから500、600円ぐらいかんじゃない。普通にもうおじけず。おお、しっかりとボコられてる。まだ動いてるだけいいけど。まことじゃん。どうしたんだよその怪我。横浜がこっちに来たんだよ。行かなくてもいいやんな。来しまったんだよ。おお、いっぱいいる。ここが渋谷かよ。都会っつってもそんな変わんねえな。まあ横浜も都会なんで。いや、貧血だ。うーわ、いっぱいいる。いっぱいいる。500円かける何人。みんな家賃、家賃じゃねえわ。家賃払ってるかじゃなくて電車賃払ってるのかな。おう、おう、やべえな。おう、赤い詰め入りの集団に。やばいね。おい、てめえ不良だな。うわお。はい、さっきのやつ連れてこい。ギヤー、これはもう噂の神奈川がいるぞ。あいつ東満か。おう、パック。おう、パキミチ、パク。オッケーオッケー。おう、てめえが東満5人目の餌食だ。やばいね。おーっと来た。おお、かましていく。だが人数きついぞ。逃げろ、風にぶせ。さあどうなる。まあ逃げるしかねえよな。乗って。おお、でも追いつかれるべや。おお、いやー、すげえ。すまねえ、渋谷。かっこよすぎるわ。マジでかっこいいわ、チフユ。いやでもなんかあれやな、あのみんなこのトップグかっこいいっすね。めっちゃかっこいいわ。いや本当に。うん。まあさっきのやつやんな。てんちゃん。てんちゃんチーム。おー、しかも強え。強え、ガンガンいく。あー、やべ。あー、やっべー。あのリーダーじゃねえ。誰このゴリさん。また大人だべこれ。うーわー。東京卍会は皆殺しだ。ごめん、無理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 。これなんて読めばいいのこれ。四天王。あー、これのぞみって書いて、なんだっけ、のぞつきじゃねえな、のぞくつきみたいな。これはもちづきか。いやー、いやー、その後何これ。冠、草冠っつうのか知らねえけど、やって冠って。俺の人生が冠だよ。知らねえよ、読めねえよ。で何やこの、あの雨を難しくした感じ。これを嵐にしろよ。もはや雨強化版みたいなさ、読めるかい。通称もちもち先生やんけこれ。もち先生やん。おお、じゃあもちづきでやってるやんけ。なんで読めたかわからんわ。なんで読めたかわからんわ本当に。じゃあ天はなんだよ。天神天軸天ちゃん。どっちかで合ってるやろ。どっちかで合ってるよ。知らねえよ。
天読めただけでももう儲けもんだよ。いやーえぐいな。湘南純愛組が読んでるのがまた面白いわ。こいつら上げて。おお。こっち。おお。おお。どこ俺。どこに入るんだい。鍵閉め。割られそう。助かった。普通に割られそう。おうわあ。やっぱやるよね。しか。ハゲ。ハゲ怖えな目つき。ハゲ怖えな。どうすんのこれ。しかも何で割れねえの。何しようのガラスあれ。後で来る。あいつは強えから平気。いやあの人数で強えから平気はだいぶきつめだぜ。うおなんか誰かいそうで怖えな。俺のせいでこんなことになっちまった。おう。ぶつかんねえよ。誠のせい。あいつら花の天竺とかいうチームでさ。天竺やないかい。なんでか知らない。何が天ちゃんやん。東満狙ってんだよ。何が天ちゃんやん。俺が東満の名前出しちゃって、そしたらいきなり襲われて。はいはい。構想一人で襲いになってくれて。構想まっしぐら。拓也とは逃げてる途中ではぐれちまった。おー竹道ハッカー。あいつらはやべえ。今日東京に天竺の兵隊300人が乗り込んできてるらしい。300人 300×500 がやべえ。移動費だけでめっちゃお金かかってるぞ。歩けるか。500円ぐらいかかるよね。東京のどこかによるけど。これどこ東京の。みんな東満のアジトへ行ってくれ。イラン計算メンバーの誰かしらがいる。コメント欄に誰かのちょっとお願いします。金額いくら。金額いくら。死冬の野郎かっこつけやがって。いやきついな。相手が天竺だって分かっててめちゃくちゃやべえって分かってて踊りになったんだ。死冬分かってんだ。無事でいてくれ。うわーハゲー。ハゲー戻ってきやがったぞこのバーカー。いやーこれはまずいな。おー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 。袋これまずかね。みんなボコられて終わりやん。これ死冬も絶対やられてるやん。死ねー。待てくれ。誰かあっくん。やるあっくん。やばい。すごくない。あっくん大会。いやマジすごくね。俺らは足でまといけよ。俺たちはただの溝中高二重じゃなくて。今のやばいかっこいいんだけど。今またこれスケッとに来てるもんな。いやーこれやべえわ。俺らは足でまといけよ。俺たちはただの溝中高二重じゃなくて。いいね。東満の一番隊でお前は隊長なんだ。いいね。素晴らしい。この連携ぐらいのまね。うわかっこよ。かっこよ。えあっくん今まで一番かっこいいわ。俺らだって東満だ。仲間を見捨てねえんだよ。素晴らしい。300人がなんぼの松だ。いやー俺らが逆引くぞ隊長。すごいな。うっしゃ。いや半端ないわ。おお行く。もうもはや何人やれるかっていうような感じだよね。いやすげえな。いやここでだから筋トレの結果がね出るわけですよ。いや今までだったら一方的にボコられて終わりだよねえ。最初の方なんてみんなもうボコられて終わりやん。え勝つのこれ。勝つのってか渋谷っぽいな。これ渋谷の登ったところっぽいけど違うよね多分。もう終わりだ。なんか似てんだよな。あのライブハウスの前のわらわらと出てきやがれ。ルイド系列なんだっけあれ。無理だ立てねえよ。いや無理だろ。よう頑張ったもんだよ。何なんだこいつら。天竺なんて聞いたこともねえ。まあまあまあね。今までの過去にこんなやついなかったはずだ。おおそういう話か。もはやそのレベルか。えなんでじゃあ急に湧いて出たの。もともとあったんじゃないの。なんで湧いて出るの。え知ってんの。イザナここで登場だよね。何が何だか分かんない。イザナちゃうんかい。お前かい。キサキテッタマキ。キサキ。わおわお。そういうパティーン。ヒーロー。よーヒーロー。ヒーロー。何なのこれ。関東事変を始めようか。関東事変。うわおかぶっていく構図もまさに。まさか。何おお東京リベンジャーズ。おおはいクリスマス決戦編終了つくとか。いやーすーごいことになってんで。やべえな。あいつ何がしたいの。なんかいろんなチームに行って抜けてこっちに行ってみたいなことを繰り返してるけども、キサキくんチャラいな。チャラいな本当に。まあ、そんなこんなでイザナね、なんかかっこいいキャラクターが出てきましたけどもね。で冒頭に戻ってなぜマイキーは頭を打たれて生きてるのかという。
これはまた複雑な問題ですね。はい。ということで、いや、すごいね。なんか、ラストのラストでとんでもない展開になってきたなということで、胸熱ですね。まあ、めったなことは言わん方がいいですな。構想でも、ねえ、起きて、頑張るぜやみたいな。はい、起きましたどうするみたいな。どんどんめっちゃ悪い方向に悪化してるけど、どうするみたいなさ。もうやばいよね。はい。ということで、一つ、ここでね、別で、なんか、映像があるということで、ちょっと見ていきたいなと思います。ということで、ちょっと画面を、よいしょと！さあ、切り替わったところで見ていきましょう。レッツゴー！横浜おうイザナヒーダーおお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 おランキリュウが来たおお関東事変を始めようか待って待って早い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 はあ天竺編関東事変関東事変だけでいきそうだけど天神天竺だった天神混ざった天竺編制作決定かいなんかもうそのままもう続けてペッてやったらええやんそんな甘いもんじゃないよねこのクオリティでパッパパッパ出せたらすごいわないやー半端にてかこのなんかイザナくんかっこいいですねかっこいいですねでも悪だもんねいやいやいや厄介ですな横浜どういう展開になっていくのかめちゃくちゃ楽しみ不安ですけどもね、引き続き新しいの始まったらまたねリアクション動画出していきますのでぜひみんなで一緒に楽しんでいきましょう改めてね本当にここまで皆さんついてきてくれてありがとうございますそして今後ともよろしくお願いしますということで最後になりますグッドボタンチャンネル登録ボタンあと通知ボタンイコールベルマークぜひとも押してくださいよろしくお願いしますまた次回お会いしましょう See you next time!